い、どうもこんにちは、佐々木でございます。早速ではございますが、音が悪くてすみません。今はね、あの GoPro の Hero 5で、撮影をしております。一応 4K30 フレームで撮っております。まあ、GoPro の今内蔵マイクでね撮ってるんで、非常に音は良くないと思うんですが、で、まあ、それで、まあ、今日は何を紹介するかというと、まあ、それに音の話です。で、今ちょっとね、外撮りをする際にやっぱり GoPro ぐらいこうやっぱちっちゃくてね、コンパクトな方が、まあ、外に行った時に撮影が非常にしやすいと。なので、あの、まあ、ぜひ GoPro を活用したいんですけど、やっぱりそこの、その音っていうのはどうしても問題になるんですね。で、それでとてもね、いい商品が発売されたので紹介したいと思います。はい、こちらです。はい、タスカムの、DR10L でございます。マイクロリニア PCM レコーダー。とりあえずね、ちょっと、まあ、いつまでも音の悪い状態で、聞いていただくのは心苦しいので、早速ちょっとここからね、タスカムの方に切り替えたいと思います。もうすでに僕はもうマイクつけてて、まだ接続はしてないですけど、マイクつけてますんでね、はい、このジャックに挿しますと、でこれネジになってるんで外れ防止になって非常に素晴らしい仕様になってます。はい、じゃあ早速ちょっとね、音を切り替えたいと思いますので、ちょっとお待ちくださいね。はい、じゃあちょっとね、電源入れていきます。はい、ここからですね、タスカムの DR10L の音声になります。いかがでしょうか。今ね、ここのマイクで拾っております。どうですか。いい感じでしょうか。まあ、これとその GoPro のこの組み合わせによってね、かなりあの外撮りとかはかなりしやすいのかなというところがありますので、ね、このシステムをまあ導入したという感じでございます。やっぱり音っていうのはすごく大事で、まあ、特に外なんていうとね、ね、風が吹いてたりとか、まあ、いろんな街の雑踏の、ね、音とかがすごく拾いやすいので、こういった喋りながら、動画を撮るっていうのも非常に難しい、ね、マイク選びにしても、今まではこう、カメラにその、ね、どうやってマイクをつけてとかっていう考え方でやってたんですけど、まあやっぱりこういう、ね、ピンマイク形式が多分一番間違いがないかなと、ね、まあ、直接このね、口との距離も近いですし、まあ、音がね一番入りやすいシステムだと思いますので、まあ、こんな感じでね、まあ、撮影していければ、であと GoPro の、まあ、映像自体は非常に素晴らしいので、あの外にね撮影に行った時なんかは非常に、まあ、有効かなと思います。どうですかね、音とね。まあ、一応こんな感じでね、まあ、室内撮りは、まあ、今日たまたまちょっとね、お見せするために GoPro で撮ってますけど、まあ、家の中でなかなか GoPro で撮る意味合いっていうのはあんまないので、まあ、普段は GH5 でって形になると思うんですが、まあ、外に行く場合、例えば車載であったり、ね、自転車であったりとか、まあ、そういった動画を撮る、あと街中を歩きながらちょっと撮影をするとか、外になんかねイベントがあってちょっと見に行くとかですね、まあ、そういった動画を撮る際には非常にこの GoPro とこのタスカムのね組み合わせは非常に素晴らしいのではないかなと思いますので、ご紹介いたしました。はい、まあ、今後もですね、ちょっといろいろなパターンの動画を出したいなとは思っておりますので、まあ、期待してお待ちいただければと思います。はい、ということでね、今日は、まあ、GoPro Hero 5の映像と、あとタスカムの、DR10L の音声ね、そちらの紹介でございました。はい、ではまたね、次の動画でお会いしたいと思います。ではさよなら。はい、これからですね、このタスカムの DR10L の詳細を見ていきたいと思います。まず正面ですね、まあ、こういう形になってまして、まあ、真ん中に液晶のディスプレイがあって、でその下に4つの、ね、ボタンがついております。はい、左から、ね、メニューボタンで、上下のスクロールボタン、それから決定ボタン、エンターですね、エンターボタンになっております。はい、では右側行きましょうか。はい、まずですね、上の方に、USB の、ね、端子がついてます。まあ、これはあの USB のバスパワーを使って給電しながら、録音する
もしくは、データをですねパソコンの方に直接、移行すると、両方の使い方ができます。はい、でその下がですね、これがモニターの、ジャックになります。まあ、自分の声をね確認しながら録音することができます。でその次こちらですね、これがマイクロ USB の、スロットになります。まあ、すでにですねこれ標準で、4ギガの、マイクロ SD カードが、入っておりますので、まあ、新たに買う必要はございません。はい、でこちら後ろですね、でこれがベルトクリップですね。まあ、こうベルトに固定したりとか、まあね、ポケットに挟んだりとかして固定をするものになります。はい、でその下がですねこれは電池ケースね、単4の電池が1つ入ってます。で、あの電池の種類によってですね、駆動時間がちょっと変わるみたいです。ちなみにこのアルカリ電池を利用すると、ほぼ10時間、録音することができるということですね。はい、そして左側こちらですね、この上のこのこうスライドするやつなんですけど、これをまず下に下げるとスイッチが入ります。本体の電源がオンになります。でこのスライドを上にビッと1秒以上引き上げると録音を開始するという流れになっております。一応まあその、まあ、下げるとオンで、まあ、例えばメニューの、ね、変更であったり設定の変更という形でできるんですけど、もう設定が決まってて、もうワンタッチですぐ録音したいよといった場合は、まあ、電源を下に下げるのではなくてそのまま保持すると、自動録音が始まるという形で使うことができます。はい、でこの2つのポッチなんですけど、これはあのモニタリングする時の音量のボタンになります。はい、そんな感じですかね。で、まあ、トップの部分はね先ほど刺しましたけど、まあ、マイクをつけるマイクジャックになります。はい、まあ、全体としてはこんな感じでございますね。まあ、スイッチを入れます。よいしょ。はい、こんな感じでね表示されます。はい、であのメニューなんですけども、まあマイクの原因ですね、まあ、それの切り替えであったりとか、まあ、ローカットフィルターのオンオフであったり、リミッターのオンオフ、それから、ビットレート、ね、16ビットなのか24ビットなのかとか、まあ、あとはそのフォーマットですね、 SD カードのフォーマットであったりとか、まあ、いろいろね、あの、まあ、本当に説明書見なくても、まあ、このスクロールボタンで変えられるので非常に取り扱いはしやすいと思います。はい、はい、まあそんな感じでございますよ。はい、どうでしょうか。まあ、非常にねこうやって見て分かる通りコンパクトでとてもシンプルな構造になってますので、まあ持ち歩きにもね邪魔になりませんし、で非常に高音質な録音がねできますので、ぜひ、ね、気になった方はちょっと検討してみてはいかがでしょうか。はい、以上です。